あなたの皮切りツボハートどうもということでね、コンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のイルハートです。今回はね、この間コラボした天神琴音ちゃんのツボおじさん、ツボ男からねヒントを得た企画ということで、ツボに入ったツボハートでお送りしたいと思います。まあね、今ねテラップ出たと思うんだけど、ツボハートをボツハートに空見した人わかる。正直ね、イルハートもこう意味がねわかんないなって思ってるんですけど、まあね、もうそんなことも言ってられないので頑張っていきたいと思います。大好き。ね、今回の企画の説明をすると、まあね、イルハートが壺に入った話をして、まあね、見てくれてるみんなに楽しん、視聴者のね人に楽しんでもらったり感動をね与えたいなっていうものでいわゆるね、こう笑いの壺に入ったみたいなね、そういうやつでやっていこうと思います。まあね、笑い以外にもこうね、ハートをがっちりつかまれたみたいなね話もねしていけたらと思いますので、早速行ってみましょう。まあね、こういうね緩い感じの企画いいですよね。なんか今までこう色物みたいなのばっかりだったんで、まあ今日のね格好はあれですけど、よしよしよし、ではでは早速初めにね、イルハートが壺に入った話として、壺に入って壺に入った話って言うとめっちゃ面白いな。はい、で壺に入った話としては、まあツイッターでもねちょっとねツイートしたんだけど、なんかねこの間こう部屋でね、部屋にいたらなんかドアの向こうにねすごい人が入ってくる気配がしたんですよ。で、え、誰か来たのかなと思ってこう覗きに行っても誰もいないんですよね。っていうのを3回ぐらいやって、もう絶対気のせいとかじゃなくって本当に誰か、あ、いようみたいな感じで入ってきてる感じがするの、するのに何回見に行っても誰もいなくて、え、これってさあかんやつじゃないって思って、こうツイッターにね書こうとしたんですよ。なんかさっきからね人の気配がすごいするみたいなことをね書こうとしたら、ツイッターにそのことをねこう書き始めた瞬間に左上の方からねなんかパチッパチッパチッって音が鳴って、めっちゃ怖くなって、え、なんでツイッターに書くとこんな風になるのみたいなね思ったんですよ。やめて、それをね一回書くのをやめてゲームしてたんですよ。そうそうそう、そんでそのまあゲームをやって怖いことも忘れて気分をね落ち着かせたところで、まあね、ちょっと追廃の気があるんで、まあ、でそのパチパチしたやつをね忘れてこう思わずねツイッター触ってしまったんですよ。そしたらね、またねツイートし始めたタイミングでパチッパチッってなるんですよ。もうね、なんかあのホラー系ダメなの、ダメなのですよ。でホラーダメすぎて、なんかで夜中だったから当然一人でしょ、一人だからもうめっちゃ怖くなって、なんか怖すぎて逆に面白くなっちゃって、なんかそういうことってありますよね。今のじゃダメですか。こうツイッターでも話したんですけど、なんかねこう深夜のね心霊現象怖すぎて逆に面白いみたいな話なんですけど、なんかねイルハートがこうツイッターにね書き込むたびにパチンパチンってなる心霊現象に会いまして、それでなんかなぜかツイッターにねそれを書き込むたびに起きてて、初めは怖かったんですけど、こうあんまりにもねパチンプチンってしつこいからもうだんだん面白くなってきちゃって、もうねあいつは何がしたいんだみたいな感じになって笑っちゃったんですよね。なんか怖すぎるとだんだん面白くなってきちゃいますよね。その後こうイルハートがお前は誰だって言ったら、目の前に幽霊が現れたんですよ。あの中世の格好をした人で、俺はお前の先祖だって言われて、あのイルハートを驚いちゃったんですよ。本当にびっくりしちゃったんですよ。そしたらその私の先祖はこう中世で偉い人だったらしくって、あのあれ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 クレオパトラとかなんかこうそこら辺の
かね、夫か何かだったらしくて、なんかこうイルハートの先祖すごいなって思ってたら、そのなんか面白くなってきちゃってなんか最終的に、まあ、その中世の格好した人は成仏しちゃったんですよ。まあ、その成仏するんかいって思ったらゾウに入っちゃったんですよね。2個目もあるんですか？そうこれもね、まあ、この間こうツイッターでも話したんですけど、まあね、ついこの間イルハートツイッターでフォロワーさん1万人突破したんですよ。ありがとうございます。もうね、本当にね、みんなのおかげで、まあ、途中ね、こう1万になった瞬間にこうつぶやいたらこう999に減るみたいなトラブルもあったんですけど、まあ、でも本当にね、嬉しかったです。みんなありがとうございます。そしたら、まあ、見てた人もね、いるかもしれないんですけど、こうデスリックのね、この間コラボさせてもらったケドウイン先生がね、こうお祝いあげるねって言ってツイッターで書いてくれたんですよ。そしたら後日ね、お祝いいただいたんですけど、何だったと思います？某激辛なんちゃらエンドウ焼きそば。もうね、本当にその味がね、激辛マックスエンドウみたいなやつだったんですよ。もうね、辛さでね、イルハートをね、デスエンドさせたいのかと思っちゃいましたよ。今度こうマックスエンド食べる配信とかできたらいいですよね。そう、その焼きそばをね、食べた友達がいて、その子がね、焼きそばを食べたら、火を吹いたんですよ、辛さのあまり。だからね、それくらい辛いものなんてあるんだなって、いろいろとびっくりしちゃって、本当に、なんだっけ、そう。それで、まあ、その友達がね、その友達のボーってやった火で焼きそばを作れないのかなって話して、まあ、そしたらね、やっぱり激辛の火だから、それで作った焼きそばも辛くなっちゃって、もういろいろと本当にびっくりしちゃって、いや、ね、その焼きそばが今友達の家族の食卓に毎日並ぶのがゾウに入っちゃったっていう話なんですけど、どうですか？これでいいんですかね？ともかくね、こういろんなこうつぼり入った話がね、あったら、こうまたね、ツイッターとかでいろいろ話していきたいと思います。ということでね、あなたの乾きにつぼハートくん、あの、この動きちゃったつぼなんですけどつぼハートくん大好き。イルハートが好きな料理ですか？なんだろうな、まあ、基本的に辛いものが苦手なので、こう甘い系のね、食べ物が好きです。なんか、なんだろうな、煮物もうちょっと可愛いのが言いたかったんで出てこなかった。あれ、卵系？なんかオムライスとか、あの、オムライスはね、それはそれで違う、オムライスはオムライスでもあれがいいんですよ。あの、普通のケチャップのやつじゃなくって、こうハッシュドビーフとかデミグラスソースみたいな、ちょっとおしゃんな感じのやつが好きだし、あとはね、あれが好き、ホワイトソース系。さ、グラタンとか、まあ、ドリアとか、なんかね、あれがいいですね。オムライスドリアみたいなの最近あるじゃないですか。もうね、そういうのがね、好きです。まあね、でも、まあ、他にもね、いろいろあるんですけど、基本的には何でも作れると思いますよ。